通りクリアしよう。今日で？今日は無理。これ結構長いぞ、ね、ストーリー毎回。結構長いよ。盛りだくさんで。ストーリーの評価高いんかな？新モードあんまないよね、でもこれ。なんかカードのやつあるよね。カード。なんかドリーマーケード。ローカルでやる意味あるのか。これスキルバトル。チームを編成してスキルバトルで対戦しよう。何でも復活できるよ。一回普通にやるか。それ以外だってほとんど一緒やもん。まあ確かに。え、とことんって二人でやるの？二人でとことんはないやろ。マルチプレイとかで。え？あ、ほら。あ、こういうのあんじゃん。ほら。40ライン対戦、マラソン対戦。勝てる気しねえけど。とことんフィーバー、とことんぷよぷよ。あ、お邪魔がないわけね。とことんぷよぷよ。タコぷよはもう超おなじみのモードなの。ぷよぷよでは。まあ、対戦ではないよ。トーナメント大会だ。やだなあ。キャラあんの口がやれよ。追加キャラあれボイス変えれんじゃん。すげえ怖い。お前だけ別の世界から来たの間違いなく。それソシャゲすぎるだろ。いくらなんでもレガムーンとめちゃくちゃソシャゲじゃん。ラフィソルって知らねえぞ。これ DS のやつだろ。ってラグナス。ラグナスはずっといるだろ。あ、違う、ラグナスはあれ3のキャラ。これもうソシャゲスリーじゃん。どうさって人気キャラなんだろうな、もうこいつとこいつね。レガムとラグナスはわかんねえ。3のぷよ3のキャラだよ。俺についてこれんのか。え、そうだよ。あ、ランダムか。え、ちょ待って、ボイスチェンジって何？ソニックの。俺についてこれんのか。ちょっと気だるくなっただけ。そんなんばっかだよ。なんかあれ、ゆうちゃんれいちゃんだっけ。こいつはな、シグのボイスチェンしか覚えてないわけ。あ、クレフはちゃんといた。違う、シグってしか喋んなくなった。確かシグみたいな。あー、カーバンクルみたいな。カーバンクルと7で。俺王好きなんだよ。7のやつはなんか結構あれだよね、ボイチェン多かったよ。7だったかな。じゃあこれアンロックしないんだっけ。このここら辺のやつ買ってないから。そうシェゾー、ヘーリー、 Z 何家にずっといんの。だってあのテトリス側の。そうテトリス側の人間だから。ケイ人気あんのかな、わかんない。ハーピー久しぶりだな。やばハーピー使おうか。ハラハラヒリハリ懐かしい。え、でもなんか、え、俺アーケード版以外でこれ見たことないんだけど、ハーピー。あ、じゃあセリリだし使ってみるか。私やべ、今間違えて B ボタン押した。大丈夫かな。どっちや、もうぷよぷよ。ピッチピチよ。こんなんだっけ。テポ設定。いいんだよ、ハンデ設定してくれたって。これ前このステージ変わんないの、このパズルアリーナ。夢のゲームセンター、ポートアリーナ。ちょっと待って、これランダムない。ランダムあるだろ。なんだよこれ。すげえつまんねえな。ブルーバック。これブルーバック素材。あ、やっとランダムあった。クラシック色替えブロック。あー、同じやつあんだ。ゲームで、え、グミ一択でしょ。グミマイケット、テトリスのいるじゃない。あー、これも別にランダムでいいんですけど。曲名ないのこれ。ね、なんか聞いたことあるような、ないような。中からでいいだろ。ハンデクレス。なんで、もうハンデ前提になってる。そもそもなんだ。あ、急に。たまにあるじゃん。急に殺し屋みたいな。もう俺この積み方しかないんじゃない。私もそうだよ。
超久しぶりなの。やばい。この積み方だと弱点がすごいな。わかんない。バカバカバカ。うわ。いや死なないだろ。死にゃ死ねえけど結構ピンチやな。もう一方向からしか消せない俺。あーそうだよな。こうか。やば。勝った。あーこれは負けだ。パラエフってきた。こんなんだっけ？ハーピー。もうちょっとダサかったよこれ。ダサいままで行くは来るわけないだろ。なんで？いいじゃんあっちの方がよくね？もうちょっとひどい歌声だったけど、パラホロヒレハレーだったよ。そりゃそうだったけど、わりかしいい子だし、これはこれで、これじゃダメだろ。これじゃダメなのか。やべ、この積み方の弱点がすごい出る。ほら、あ、そうなんだよ。ほらもう私もわかんないんだよ。ああやめて。わあ返された。すげえちゃんとアニメーションが追加されてる。いじめないで。ブクブク。そんなんだっけ。セリフ覚えてね。特にセリフなかったよ。ハーピーになかったの。セリフ思い出せよ。コンパイルのキャラなんてもう神みたいにペラペラのキャラしかなかったよ。シグこんな服だったっけ。てかあれ、あ、服はでも毎回変わるよ。あ、毎回変わるのこれ。アルルだって違うじゃん服。アルルな固定じゃないの。あんな違うよ、うん、地味に毎回変わって言われる。アメティとかも正直マグロとか何が変わってるか分かんないけど。テトリス。ズガ高い。いいな。ズガ高い。でも幽霊だな。これどこでボイス変えるの。あ、これか。幽霊。幽霊人気あんの。私は大好き。はい、注目。こんなんだっけ。こんなんだって。こんな内巻きだっけ。ゆうちゃんって。なんかあれ俺あれどうすんだっけ。あ、間違えた。あれどうすんだっけ。こんなんじゃなかったな。もう覚えてね。できない。どうすんだっけが。あーダメだな。ダメだ、わかんない。ちょあー開かないじゃん、パカ。あ、そういえばさ、これテトプヨテトってさ、あのテトリスが超有利っていうゲームあったんだけど、なんかあれ調整きたらしいよ。あ、そうなんだ。うん、だからなんか、まあ、e スポーツ目指してんのにテトリス有利のまま行くわけないか。あれ俺が動画作った場合にはあれ忘れたぞ。なんかうるさくない。ああ。バカ野郎。
ああ、え、なんで勝手に死んでんの。そうだ、骨になるんだった俺。着火もしてないのに。あ、じゃダメじゃん。これちょ、諦めないでよ。これもう普通にテトリスやろう。普通のテトリス。何するつもりだったんだよ。DT 法やりたかったんだけど忘れたもん。そんな不確かな方法やるな。いや俺動画作ったんだよ、うん、終わりだよそんな。もう忘れたよもう。おっそ、このテトリス、このそうだったっけ。あー紫ない、わかんないよ。やばい、死んじゃう、死んじゃう、やばい。死ぬの。一人で溺れんなよ。あ、間違えた。嘘、これ間違えんだよお前。わあ、もう着火もわかんない。何どこが何だ、どうなってんだかもわかんない。あ、死ぬ。ほらもう俺あの戻ってるよ、王子に。王子ってか王女に見えるんだけど、これかわいすぎる。かわいいよね。てかあれ声戻んなかったっけ、なんかずっとガラ声なんだけど。いやあの、いや変わ、あの変わる。プヨの最後、プヨの最後だと変わるんだけど、テトリスだと変わんないのかな。技名忘れたけど。青、緑、やばい、なんか何も考えらんない。確かこう。これどうやって着火するつもりだったんだよ。ちょっと待って、こねえんだけど。こないんだけど。いいよこれで。死にたくない俺。レッドカモン。ああ、死んだ。なぜか死んだ。俺 DT4 が完成する前に死んだ。本当はそのこのパターンだと、これリプレイいらんな。このパターンだと DT4 じゃなくて違うやつにするみたいなあれがあると思うけど。怪しいクルーク何が人気なんだよ。とかえ、これすげえ中二病だから使ってあげるよ。普通のクルーク使おう。あの普通のクルーク好きや。まあ確かに普通のクルークいいよな。いや、あやくるもまあ嫌いじゃないけど。僕とやろうっていうのかい。アヤクルはこの本が暴走した姿っぽいよね。特に描写ねえけど。あ、そうなの。いや、なんもうストーリー出てこなかったよな、こんなの。いや、なんか急に出てきたはず。間違いがなければ。目覚めよ。トラの星。ちょっと待って待って待って、泣くね俺。あ、だよね。あーはは、 DT4 完成する前にね。やっぱり僕の勝利だね。もうクソ弱いから舐めくされてる。もう DT4 崩壊してる。答えよ、目覚めよ。ああ、はい、カバーに。答えよ、エクスト見れねえ俺なんか今。あ、やばい、これはまずい、まずい、まずい、どうしよう。かっこいい。何そのモーション。
やばい。見た、あのチューニング。ああ、もうちょっと見てる場合じゃないよ。あとゆ、あと、あのストーリーモードの時、君がいる時ゆっくり見るから。仕事から帰ってきたらゆっくりする。目覚めよ。もうこいつ目覚めよしか言わないよ多分。悲しい。ダセー。ダセー。そんなダセーことあんの？でもしばらくそうだよ私。目覚めよ。目覚めよ。やばい。そんないっぱいテトリスやんないよ。ああだめだ。こんなかっこいいの？そう、すごいかっこいいから。あの声が元の、そうそう、おそらく逆になっちゃったね。ほらクルークのやつ見てみると、あの怪しいやつが本にいるんだけど、もう初手でもうできないと俺はもう作れない DT4 は。何か簡単に DT4 だよ、作れないじゃないか。バカ野郎。確か俺なんかぷよぷよテトリスのコツ読んだんだよな前に。そうそう、 こうやってさ、どっち受け手がどっちでもいけるやつを作り続けるはずなのに、なんか失敗してるし。目覚めよ、眠り欲しい、おっさテトリスだ。あ、紫一個足んない、後悔するぞ。目覚め、あぶねえ、テトリスだ。ああ、もうバックバックは終わった。答えよ。おぶね、死にたくない。答えよ、答えよ、テトリスだ。目覚めよ、生きておれ、眠る欲しい、テトリスだ。いたた。これキャラが追加されてるやつはストーリーに絡まないよね当然。いたた。はい、出てこない。もう集中してるの今。あー、嫌すぎる。あー、これは厳しい、無理だ。アップデート追加されたキャラはもうストーリーに絡まないよね。終わりなき闇を知れじゃないの、普通に考えたら。クルク人気なさそう。クルク人気あるからこんなずっといるんだよ。初期面だぞ。レガウントかっこよすぎて笑うな。うん、ちょっと笑っちゃうな。それは正直笑っちゃう。別の、明らかに別の次元から来たの。どうだって、なんかエフェクトついてるし。なんでこいつらだけエフェクトついてるの。慣れ合うつもりはない。 SSR やん、絶対。絶対 SSR これ。なんかみんなシンプルなのにさ。なんか記憶に残んねえキャラなの。アコール先生好きだよ私。でもあれだよな、チュートリアルでいるよ。そう、チュートリアルの人。ポポポポポイダンス。テトリスの人。わざと。私は DT4 とかできないから。普通にやろう。やり方教えてあげるよ。どうも。今度ね。テトリスされた時ですげえテンション低いじゃん。なにこれ、なんかあったのか。特に何もねえよ。トラウマでもあんのか、テトリ。え、なんで、でもどうテトリ。ああ、で勝てないんだよ、どうせ勝てないって知ってるから。なんか違うぞ、俺これこうじゃないぞ。絶対こうじゃないって。グラブ、カリブルンス、カラドクル、間違えてるし。えらいかっこいい技名だ。技名が長い。わざめが長っ。ああ、負けちゃったわね。俺はもう間違いない。なんでこんな声渋いの。声めちゃ、見た目に反して想像以上に声が渋い。あれなのかな、わざめかっこよすぎじゃない。やっぱこういうのがソシャゲ勢には受けるの。わからん、初者経営者じゃないし。受け手が少ない、この積み方は。基本的っちゃ基本的だよ。基本的、この4-1積み。階段積みじゃない。階段積みか。
カリブルンス、カラドコルン、めっちゃ飛んでったら。テトリヤン、リヤン。ちょー、そんなことやってないだろ。クラ負けちゃったわね。俺はもう間違いない。なんか有名な人気者の声優なんかな、これ。このか漢字を使う使わないのあれがわからない。あ、そうだ、新ルールやろ。そのもうやりたくないのに。もうやりたくないの。やりたくない、ずっとやりたくないよ私。じゃあコンピューターとやるんだったらともかくさ、お前とやりたくないよ。あ、チームを編成できんのこれ。私はあのぷよぷよの技とキャラさえ見てればもうそれでいいんだよ。あ、これ何、編成しなきゃいけないの。そう書いてあったじゃん。あ、ここでできるわ。でも編成ってのは最初からもう作ってあるのかと思った。スタイルじゃなわけないじゃん。好きなキャラでいくんだろ。じゃあ好きなキャラ3体選べばいいの。少なくない。え、なんか少なくない。少ないの。なんだろう、なんかこうあれなのかな、パトル。パッと見こいつも人気なさそうだけど。マグロくんはまあでもどうだろう。え、でもマグロくん声かっこいいから大丈夫じゃね。これ誰だよ。それは知らない。でもこいつは知ってる。ストーリーだからね。リスクマンもなんかずっといるけど。リスクマンはだって7の人は。しかも7の人3人しかいないじゃん。その7の人3人しかいないのに捨てないであげてよ。キャラクター詳細。スキルがない。スキルがないよ。はい、テトリス。カード、あった、ほらカード。何これ。これこそあれじゃない、ぷよぷよの MP って何だよ。ぷよくえから、なんか確かね、初回特典版だからなんかついてんね、これ。なんかこれとかすげえ。ぷよくえってまだやってんの。やってるっしょ。もう終わったのかと思った。すっげえ、これとかよくわかんない。よくわかんない。スタイルテトリスいいの。いいよ、テトリスするじゃん。ライミが作るの。マジで。うん。いや、三人もいらないのに。もうすぐやめたいのに私。大丈夫、あの後でちゃんとハンディキャップマッチしてあげるから。もうやりたくないのに。チーム編成じゃん。チーム編成。テトチームじゃないそれ。なんない。え、なんない？あ、じゃあ俺作るわ。何がいい？何がいいと言われてもな。これがいい。なんでこんな少ないんだキャラ。分からん、アンロックされるんだ。どれがいい。じゃあリンゴちゃんでいっか。リンゴちゃんオタクっぽいんだよな。あ、間違えた。こうだ。リンゴちゃんと、リンゴちゃんとどうしよう。ゆっくりするか。じゃあマグロくん、あ、マグロくんは君がいるんだっけ。じゃあディスクマ先輩でいいや。後ろからなんか音が高い。何の効果がついてな、どうなってんのかも全然わからん。なんかなんでこんな複雑な、はい、チーム2にして、ちょっとやるか。いざ参ります。 YXZR ハンデ、あ、みや甘口にしたら。え、なんないの。激甘えされた。激甘えされたんだけど。そんなに差あった俺ら。俺らの間に。解けた。ああ。しんどくない。
回転。これならどうだ。あ、なんかスキルだった。じゃあスキルはガンガン使った方がいいの。え、もう死んだ。え、一人ゼロになった。僕の勝ちだね。MP。あ、だからそれを使って上のゲージを減らせばいいの。どういうこと？技使えるじゃん、いきなり。あ、使えなかった。あ、なんか。ずるくない？そんなこと言われても。甘すぎない？負けた。削除。これならどうだ。狙い撃ち。でもなんかキングオブザファイターズみたいでいい。オッケー、オフ。スキルがあるキャラじゃないともしかして選べないのか今は。ああ。これはスキルを発動するためにとりあえず頑張ってる。めっちゃ減った。死にかけてる俺。なんかスキルがあ、なんか減らしてくれた、ありがとう。あ、 MP なのかスキルを使えるのって。 MP をどうやって貯めるんだ。なんかアニメ死にそうだけど。死にそう。あ、間に合わなかった。次は予習してきます。僕の勝ちだね。でもこれってすげえ面白くなるのかな。わからん。デッキ次第では。じゃあ、あのそんなミラクルなこと起きる。ダミア、激ヤマでいいよ。激ヤマでいいよ。なんで激ヤマでいいよ。激ヤマでやるって言ってた。大変だけやらせて。とことんフィーバーとかならいいよ。それ激つまらないやつ。この世の中で一番面白くないやつ。なんでちょっとあれだったら一番簡単だから。ウィッチは人気あるのは分かるな。スケトウだろ、人気あるだろ。なんなわけないだろ。目覚ませよ。あ、ルルいいんじゃん。ルル似たような二人来たな。この二人の絡み好きだよ。いや、歩み次第で。何なの。何なのって言われた。スマップって何。あの入れ替わるやつか。あの忙しいやつか。でもこれが一番面白かった曲。うん、確かにプヨテトっぽいよなこれ、うん、新しいタイプ。間違えた。このモードはあの曲固定か。そうだね。下手すぎない？下手すぎない？めちゃくちゃ下手だった。ここですわ。あ、これは上でシャってなんねえのか。さっきなったのに。あ、そこ落としてあんのこれ。さっきはあったんだけど、今はないみたい。うーん。あー、ミス。さあ、いいです。こっちよ。こっち交代ですわ。ああ。そう、なんか。ああ。覚えてらっしゃい。当然の結果ですわ。あ、なんだお前。これ急に。ぷよぷよですわ。でもたまにあるだろ。地味に困るんだよ。ちょっと待って、すごすぎない？すごすぎない？激ヤマってそういうことか。なんか色数が変のかと思ってた。いや、火力も問題あるだろ。そっか。
やだ、俺向こうに戻りたくないブルブル震えてる、ブルブル震えてる差をつけろ。私がちょっと消しただけで死ぬじゃないか。テトリスですか？交代ですわ。全消してみて。全消しじゃないよ、どんどん。コラボ連鎖。よし、早く、早く、時間に来てくれ。時間来ないくれ。ダメだ。ルルこんな見た目だったっけ？だから見た目は変わるんだってば。どうしちゃったんだろう。こんなに変わる？変わるよ。変えなきゃつまんねえだろ、さすがに。新しいタイトルなのに。お前が一番望んでたの。そういうことをよ。でも微妙に古いんだよな、見た目が。ここでいいじゃん。こっちよ。明治。あ、そうか、さっき全消ししたから。でかかったの。そうだろ。交代ですわ。いや、さっきの試合の話や。うん。ああ、わかった。格ゲーみたいなのね。破産手。チュンリーの技。破産手。あはは、あれでもあれは別にいけないんだよな。うわお、ヘルプ。あー、さっきの、あー、激甘野郎が激甘野郎って言われた。まあ、どうしたらいいんだよ。なんいいんだよって言ったじゃん。どれでもいいんだよって歩みの次第でって。俺これがいい、これが。ピッピピー。これそれ嫌いすぎて私もう一回激アマにしてしまいそうだ。激アマのいいよ。アミの。アミはいいと思うんだったらそれで。いいと思うな私は。シェフ懐かしいよ。シェフすごい推しだったんだぞ私。あれ変わった？いや何もしてない私。実際どれなのかもわかんない。固定なわけじゃん。わかんない。それもわかんない。シェドウは好きそうだな、そのキャラ。ああ、しまった。あー何も起きない。驚くほど何も起きない。うわー、なんかこっちの画面に来た方がこう、うわ死にそう。こうなんか落下するじゃん、あの切り替わるときに、うん、それは残り続けてこう。いやそれは分かるけど、その方が強いとかあるんだっけ。さすがに刈り込んじゃない、こっちの方が。さすがにそっちの方が軽くあるでしょ。さすがに、さすがにでしょ。何さすがにって。待って、待って、じゃなきゃやんなくない。あんなの速攻消した方がいい。いやだって、そう、コンボに使えるかとかそういうあれじゃなくて。違えた。切り替えるか。間に合わねえな、これしかなんねえな。火力の差はあんまねえんじゃねえか。激ヤマになってないか。毎回変えなきゃいけないのかな。ハンディキャップ戦そんなめんどくさい。BBB 一番好きかもしれない。これそうですか。一番可愛いのだろ。ビビビ。今私がピーターさんめでるときそんな風になっちゃう。切り替えた。こいつになっちゃうの。こいつになっちゃうんだ。だいたいこんな感じになる。
ビビ。あ、間違えた俺。無意味に消してるじゃん絶対。あー、しまった。あ、ラッキー。何してんだ私は。あー、やばい。この俺が新しいポーズ。カバンクで使えて。煽りの煽りが全部乗ってる。カバンクでいた？あ、いた。ほんとレムレスってなんかすごい人気だろ。レムレスは激人気？ねえ、多分相当人気だと思うよ。いや知らねえよ、あのぷよぷよのキャラ人気がだ、はい、どんなんなんかわかんないよ。間違えた。やっぱさっき中華だった。そう、中華だった。いや、君激辛にしてくれても。ゲーム性変わってくるだろ。激辛だぞ。激辛同士で対戦したやつ見たことない俺。受け手が少ない、この受け皿が少ない、これ。あー、間に合わなかった。グルグルじゃないよ。隠しボスだった方がいい。あ、やばい。うわー、やばいところに来ちゃった。何その運がいいんだ。あ、消えた。ヘルプヘルプ、返して。そんなあ、返して。返して、早く。はい、返して、返して、早く。全消した。あー、テトリスに買いたかったよ。テトリスに買いたかったよ。もうそう、あがくしかないよね。やめてくれ。時間早く。それ制限はあるよ、あれに。うん、それずっといられたら困るもんだって。あー、間違えた。降ってこないときもあるの、ちょうど落としたから。ネクスト。うん、結構降ってこないときも多いよ。あ、そうか。おいで。なんで俺おいでっていうの。私お兄さんだから。あ、そうなの。怪しいお兄さんなんか俺。え、怪しいお兄さんっていうキャラ性だから。ほら、おいで。お菓子あげるからおいでっていう。ほら、結構やばいな。あー、これじゃ消えちゃうじゃん。ほら、帰るね。お菓子くれた。こんな、あ、でも新しいモーション感する。セリフって全然変わんねえな。そう、テトリスだね。声優がなんか頑張って喋り方変えてくれる。なんでそんな変わんないんだろう。魔法とか毎回変わっちゃダメなのかな。考えるのめんどくさいからじゃない。聞きなじみあった方がいいのかな、こういうの。まあ、あの魔法は固有の感じがして好きだけどさ。全然うまくいかない。積むことすらできない。
ほら。なあ。カエルね。カエルねってお前の意思じゃん。お前の意思じゃないだろ。ハゲの悪い。ああ、激ヤマなに負けた。みんな仲良くね。やっぱ激ヤマでよかったじゃん。じゃあいいじゃん、激ヤマで。甘いもの足りてなかったんだと思うよって言われた。うん、あのだから言ったじゃん、お菓子をくれる怪しいお兄さんだって。うん、敵ではないんか別に。うん、味方、サイドとしては味方。敵少ないしね、このゲーム。スイカキャラっていうか隠しボスだよね、エコドとかいないし。そうだな、あいついないな。人気あったかあいつ。サタン様だっていないじゃん。サタンいないな。サタンいないわ。さすがにいるよな、サタン。いるだろ。だってもう このおそらくだけど、このフェイリの隣はサタン様じゃねえか。やっぱこれだろ。多分このスケトウダラの下のやつはエコロじゃないかな。ああ。あとわかんないけど。これ終わったらもうやりたくない。もう終わってもいいんですよ、私としては。激ヤマで勝ってみせろよ。あだよ、もうやりたくない。やれよ、早く。そりゃ、プヨテトリスだな、覚えてるわ。J&L とか、明らかにテトリスのやつじゃんだって、名前。そうな、JL。スケトダ、2機なし。てか、骸骨は骸骨は7でいなくなったよ。なんでだよ。7人しかいねえよ、あいつ。あいつが一番印象あるよ、ぷよぷよ。増大魔王も15周年にしかいねえよ。増大はよくわかんねえな。うるさいやつな。ドン、ドンっていう。いいじゃん、ドーンっていうし。あれ、殺せばこうなる。あ、黄色ないじゃん。ダメじゃん。全消しになると思った。間違えた。違えた。あ、でもこれでいいじゃん。ちょっと待って。もうやるかない。消しちゃおう。もうすごい火力お前は。全消しで一回になるとね。ああ。悪くなるんだった。はい、殺してくれ。はい、殺せ。生きてるぞ、あいつ。ダブルミラー、ダブルミラー、頼む、死んでくれ、早く。あー、間に合わない。おー、危ねー。曲に戻りたくなかった。初めに見た。なんか、モーション面白いな。初めて見たってか、全部初めて。もう、アニメーション、あの、プヨテト1にはアニメーション全然なかったから、それで見れば嬉しいかな。意外とすげえつまんな、すげえつまんなくなったなと思ってた、個人的には。アニメーションいらないって言うから、そうなんだと思ってたけど、個人的には演出少なくてつまんなかったな。ジェインダンシー、遅っ。なんか言うの遅っ。ちょ、待って待って待って、いいよ、これ。用意してない、用意してない、用意してない。ジェインダンシー、テトリスタイム。痛いじゃない
すげえな、俺必殺技が、ボディープレスみたいな必殺技が。いや、ボディープレスじゃないから、そこで殺してくれ、そこで殺してくれ、早く待て、あい、あちょっとセーフって言われてる、あるんだな、そういうセーフ。ちょちょ待て、殺される殺される殺される、やだ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 、お、ない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 、ヘルフヘルフヘルフ、誰か助けて、激山の地下で勝った。後半の、あ、違う違う、あれ前傾しか、前傾しか、前傾し3回したからね、あ、どういう仕組みか分かんねえの、てか怒りやすすぎんのかな、何が、敵山もしかして、か、色数が少ないかな、色数が少ないからって思ったけど、そんなに少なくねえんだよな、そんなことじゃねえっけ、あ、黄色ない、いや黄色あったくね、さっき、ちょっと紫も全然ない、あーもう結局無理だ、あー早めに更新した、あー待って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 、 L のせいだ、 J のせいだ、王様に惚れるんじゃねえぜ。スケトウザラこんなキャラだったんだっけが。まあ言っとくけど、毎回ぷよぷよするためにそんなこと言うからね。マジで？マジだよ、もう飽きたよ、もうそのセリフ。もうちょっとぷよぷよしてるんじゃん、全部持ってんだからさ。だいぶ持って、全部持ってんじゃん、ぷよぷよのこと。あ、ボイスチェンジ売ってた。売ってた。高い。でもいらないんだよな。戦場ボイスの方が好きだから。キャラはさすがにプレイヤーアイコン、あ、ほら、いつになった、私ストーリー楽しみにしてたのにストーリーないのっていうか、やっぱりなんかすごいな、もうソシャゲ感がすごいな、これすごいな、これもだって、絶対キャラデザープヨプヨの人がしてないだろ、これ S ぐらいだろ。わかんないけど全部 S なんじゃないの、これ SS ぐらいじゃない、なんかコラボとかあるの、いなさそうだけどな、これプヨプヨにぬかほっこりいなさそう。あーでもなんか本当はな、変なキャラいないね、このソシャゲのキャラには。ぬかほっこりも、まあ、ぬかほっこりとか、あー、なんか変なのいっぱいいんじゃん。でも大概さ、ほらもうすごくないこれとか、大概かっこいい、かっこいい、キャラデザ絶対あのぷよぷよの人じゃない気がする、情報量が多い、そっちもうちょっとシンプルだもんね。あー2個か、ホタルイカ、ホタルイカと頭ない、これ、これあれじゃない、あのジョジョのあのスタンドでディスク抜き取られた時の頭じゃない、エドガー、パトリ、モーリス、え、じゃあこれさ、確かアイコン作ったんだよね、あ、ほら、いないキャラいいんじゃん、ここに。エコロ。エコロ。レイリー、アコール。あ、ポポイ。ポポイいなかったそういえば。あ、人間魚王子。あ、オニオン。どんぐりぐらい。いいねえじゃねえか。おしゃべ神戸いる、久しぶり。うわ、悪魔懐かしい。もう出てねえじゃん、こいつら。で、いた、スケルトン T いた。よかったね。人気なかった、小杖フランケン。ゴゴット、タルタル、あ、お友だ、王子、危ない。そんなやつ、そんなやつがいいの、そんな面白い、面白いキャラが、魚王子のお友だ。あ、そうなのか、あの、王子がホホーリーなんかいたな、王子がこうバルト・アンデルダメージ食らうと、王子、危ないって言ってくる、かわいい、すごい、あの、限定のやつだ、これ限定のやつっぽい。ダークアルル、ダークアルルはなんか、いたね、早くる、あ、赤闇っていたなぁ、セブンのキャラだよね、黒シグフェイリー、白いフェイリーなんか全然、これかわいいな、
あー、カーバンクルーになるやつ、自分が。あー、これ知らない、黒いポップ毒リンゴ、そんなのいんの。え、キキモラ、なんかキキモラそもそもいないのに黒いキキモラだけ。あ、キキモラいないんだ。いるじゃん、ここにはいるけど。こっこで、ゾウダイマオ。あ、インキュバス。インキュバス、こんなんだっけ。インキュバス誰。インキュバス3のキャラだよ。ミノタウルス。パノッティなんか見たことあんな、うん、スキューラ。この辺わかんない。じゃーん、いいな、名前がいい。いっぱいいるかな。デンサー、知らないな。サキュバス。あ、モモモじゃん。ノミーソ。あ、バドメッツ。こいつもいるよな。ノホホだ。ノホホいいんじゃん。なんかさ、コンパイドのキャラさ、コンパイドのキャラ、名前がコンパイドって感じなんだけど。フフフ。フフフってどうやってつけたんだこれ。サソリマン。ノモモとかさ。X でしょ、ラスボス。ウルターナ。ヘド。シエル。シエル。ハルトマン、この辺、ぷよくえっぽいな。めちゃくちゃアイコンあんな。あ、ソニックで。ソニックでいた。かわいい。なんか、どっかのゲームにいるよ、絶対これ。てか、どっかのゲームから来た人なんじゃない。あ、そうなんかな。わかんねえけど、わかんねえよ。わかんねえけど。絶対他のゲームにいるよな。なんかこう、フレーム変わったぞ、色。あ、フレームは変えれるよ、これ。あ、そうなの。チャーミードラコ。ドラコかわいい。キラボシのレミです。なんかいっぱい、2つなのやつがいっぱい出てくるな。大きいポポイっていうか、それはアコール先生では。でもポポイは。剣士アミティ。アミティって剣士なの？いや、だからもうファンタジーの世界のやつだ。ファンタジーだけどね、こいつは。カーン。カーンいいじゃん、かっこいいじゃん。ヌール、メイディ、イン、ユエ。ソシャゲっぽいな、やっぱ。ここ変えたらもう完全じゃない？あー、すごい。SSR じゃん。もう SSR だ。すごい SSR になった。巡り合いのり。あー、もう、アミティ&カーバンクルとかものすごい SSR。安藤リンゴ？安藤リンゴだよ。あ、これでもなんか、日本人だから。そう、タイムアップしてきたんだよ、なんか。タイムアップっていうか、みんなそうだけどね。ルイス。マグロくんだって名前あるんだよ。よし。忘れたけど。ウルク。すげえな、メギと絶対パズドラにいるだろ、これ。パズドラにいそう。なんかでも、パズドラにいそうなきゃいっぱいいるけどね。ああ、なんかちょっと変わり種きた。なんかあれなのかな、キャリザしてる人が違うのかなとか、そんな風に思っちゃうな。ポップなアミティ。赤きウィッチ。ウルワシのルル。スタン&カーバンク。カバクン嫌がってない。カクン嫌がってない。あ、なんか今回のアミティの服装かわいいね。あー、なんか魔法使いみたい。え？どこ見てそう言ってんの？あれじゃない、あのアイミが好きなあのアニメに。何？あれなんだっけ、お邪魔女ドレミ。全然違うじゃん。え、こんなんじゃなかったっけか。全然違うよ。お邪魔女ドレミかなりそうシンプルだし。サタンか。サタンはでも好きやな。どんどんおっさんくらい。ポポイがいいよ、俺ポポイ。痛がせよ、そんな。ポポイはコール先生だよ。マイキャラ。どれがいいですか。でも、ぷよくえ勢にはやっぱぷよくえのキャラいるって喜べるのかな。うん、ハッピーなんだ。もうクソつまんない背景なんだよ。大学背景黒にすんだよ。てか、クラなんでも悲しくない？てか、全然変わんないね、あの。なんかここら辺の UI 全然変わんないもん、もう。これが最適解。マジで。何も変わんねえんだけど、マジで。どれ買いに行くか。ここら辺すごい